テイグモさんは、大韓民国の経済学者、政治家、国務総理、ソウル大学校総長、同大経済学部教授を歴任。2009年に首相に就任以降、清掃史問題に取り組んだ。2010年7月4日、中央省庁移転計画撤回の法案が国会で、否決された責任を取るため、リアキヒロ大統領に辞意を表明したと、韓国メディアが報じ。 補欠選挙などがすべて終わった翌日の7月29日に公式に退陣を表明した。8月8日、公認の総理に近代校前、継承南道知事が指名され、8月11日に退任。2017年5月に行われる大統領選挙への出馬も取り沙汰されていたが、立候補登録手続き直前の2017年4月14日に、 不出馬を正式に宣言した。2019年4月3日には聖華大において開催された経済界言論の懇談会に出席し、翌週に訪米する予定だった文在寅大統領に対して米韓同盟の行く末を心配する保守派の懸念を進言。米韓に北朝鮮を加えた3カ国の首脳による会談を提案したが文より返答はなかった。 丁自身の説明によれば、実際の青年月日は、旧暦の1947年2月29日で、ある。だが、出生時に少年が1946年と、誤って登録されてしまった。その後、修正を申し出たこともあったが、証拠がないとして退けられたという。そのため年齢は、実際より一切下である。 国務総理のウェブサイトでも少年は1946年とされている。グレゴリオ歴でも1946年2月29日という日付は存在しない。ありがとうございます。